かしいことには必ず原因があります。急にそんなことになったわけじゃないんですよ。裏に利権があったか、誰かが強引に進めたか、外圧がかかっているか、政府がとんちんかなことやってるかですよね。そういったことの原因をちゃんと調べて、それはなぜなのかということを皆さんに分かりやすく納得できる形で、通行人の方にも学生の方にも分かるような話をするのが参政党の議員の役割です。参政党の議員の皆さんには必ずそれをやっていただきます。今回は市議選ですけど、私なんでさっきまで福岡にいたかというと、次の衆議院の選挙に参政党から130人ぐらいですね、擁立したいと思ってるんです。その方々を何十人か集まっていただいて合宿をやってました、ね、参政党の役割とは何か、どういう政党を目指すのか、政治家として、ね、あの政治家の哲学っていうことを僕は言うんですけど、そういったものをきちっと持ってもらいたいということを一生懸命訴えました。でね、彼らすごいんですよ、衆議院の候補になる人たち。小選挙区で自民党とか公明党と1議席争って戦うんですよ。今の参政党の勢力で認知度で勝てると思いますか？勝てない、勝てないんですよ。今回の仙台市議選は勝たないといけない、絶対勝たないといけないんですよ、ね、だから彼らも必死だし、ね、皆さんも一生懸命やってくださってるでしょ。でも勝てない選挙に挑もうという人たちもいるわけですよ。なぜか一緒ですよ。とにかく国民の皆さんに知ってもらわないといけないから。何を、参政党じゃないです、この国の危機的な状況です。このままほっといたらどうなるかです。それをちゃんと考えましょうって言ってくれてるんです。それには本来はテレビやね、メディアがやってくれればいいけれども、なぜか忖度が働いて言ってくれないことがたくさんあるんです。全部言ってないわけじゃないけどね、あのこともおかしいしね、ウクライナの戦争のこともおかしいじゃないですかね。 G7 だ、サミットだ、 NATO だ、そういう表向きのは入ってくるけどもね、日本に一番影響力がある、いやもう日本の宗主国といっても過言でないぐらいのアメリカの政治状況がどうなってるか教えてくれないじゃないですか。ちゃんとバイデン政権が本当にアメリカを上手に回してるんですか？アメリカ国民がそれで満足してるんですか？そんなこと全然ないね。だからまた共和党のトランプが出ようとしてるじゃないですか。でもそれを一生懸命妨害するかのように彼は起訴されてますよね。ね、でこれは共和党だけじゃダメだということで、民主党からはですね、ロバート・ケネディ・ジュニアっていう人が出てますよ、ね、ジョン・ F ・ケネディの甥っ子ですよね。でも彼が訴えてることも日本のメディアは一切乗らない。言ってますよ、ね、温暖化のことも言ってますよ、いろんなこと言ってますよ彼は、ね、アメリカの大統領候補になるような人たちの声が全然届いてこない、ね、そういったことを、ね、みんなで勉強して皆さんに分かりやすく伝えていくのが参政党の議員、そして候補者の仕事なんです。それをみんなでやって、そして皆さんもちゃんと情報があれば、情報があればですね、政治に参加しなきゃって思いますから。もうね、政治に対して無関心だとかね、政治なんて私には関係ないとか、政治の話をするのはやめてくれっていう人は、僕からすると奴隷のように洗脳されちゃってるわけですよ。だって政治って明日の皆さんの生活ですよ。自分たちの子供の未来を作る仕事ですよ。それを無関心だとか人に任せるって僕で意味がわからない、意味がわからないですよ、ね、自分たちの税金も食べるものも、ね、暮らすような状況も環境も全部決めてくださいと。私たちは知りません、無関心です、そんな話をしないでください。難しいことはよくわかりません、アホじゃないですかね。えそういうことを学校で教えないといけないんじゃないんですか。本来は政治を考えるって生きることを考えることですよ。その政治の投票率が5割切ってるって、半分の人がいかないって、これどういうことなんですか。民主主義機能してないじゃないですか。学校教育が機能してないじゃないですか。おかしいじゃないですか。このおかしな状況を放置してるから打たなくね、そうでしょ。皆さんが毎日飲む水が勝手に民間資本に買われていくわけですよ。おかしいじゃないですか。
ね、だからこのおかしな状況は、ね、急にできたことじゃないんですよ。戦後78年、いやもっと言えば明治維新以降150年以上かけて作られてきた状況なんです。それをもういい加減おかしいというふうに声を上げる人たちが出てきて、そして多くの国民が気づいて、これはまずいぞと、やられてたなというふうに気づくところから始めないと絶対日本は変わらない。何回選挙やっても意味がないね。参政党はそれをやるための政党なんですね。きっかけを作るのはね、国会議員である僕もその一人かもしれないね。一緒に戦ってください。現在の皆さんもそして候補者のよりもです。きっかけを作るために戦ってるんです。みんなそして議会に入って、そのきっかけをさらに大きくしてですね、皆さんに知ってもらおう、気づいてもらおう、それが参政党ですよ。だから一票入れてくださいじゃないんです。一緒に考えてくださいなんです。政治に参加してくださいなんです。誰のために？参政党のためでもない、候補者のためでもない、皆さん自身や皆さんのお子さんやお孫さんのためにちゃんと参加してくださいってお願いしてるんです。それをですね、ぜひ皆さんしっかりと覚えていただきたい。何のための参政党なのか、なんで神谷総平っていう人間が参政党を作ろうと言ったのか、なんでね、今回地方選だけでも200数十名の方々が立候補してくれているのか、なんで勝てもしない衆議院の選挙に130人140人の方々が立候補してくれるのかね、私利私欲じゃないわけじゃないですよ。私利私欲じゃないわけですよね。お金が欲しいとかじゃないわけですよ。このままじゃまずいと。一人ではどうしようもないんです。我々魅力だから。無力ではないけど国民一人一人は魅力でしょ。だから一人ではできないから、だからみんなで力を合わせてやりましょうって言ってるだけなんです。そのきっかけを作るのが参政党。参政党の政治家候補者の役割は、皆さんに分かりやすく正しい情報、できるだけ正しい情報をきちっと皆さんに伝えることです。本来これはマスメディアの仕事です。政府の仕事です。しかしそれがいろんな形が歪められてしっかりと届いていないことがある。その点を分析して伝えていくのが参政党。物事の問題には必ず原因があります。その原因が何だったのかということをみんなで考えるんですよね。いろんなことで原因がありますから、そこを考えていくと、おのずと自分たちでできることが見つかってきます。そうするとね、みんなね、顔つき変わるんですよ。元気になるんです、本当に。あんまりね、期待かけられても僕も重たいんですけども、地方回ってるとですね、年配の党員の方もいてですね、生きがいが生まれたって言ってくれるんですよ。参政党が生きがいだって言ってくれる方がいらっしゃるんですよ、本当に。今までテレビに文句言ってたと、お茶の間でね、家族も聞いてくんないと、政治の話は。ね、だからテレビに向かってずっと文句言ってたと。けども、参政党に来たら、自分が言ってることと同じ意見の人がいっぱいいると。ね、みんなで話し合える。で、話し合うだけじゃなくて、実際にやることがあると。街へ出てビラを配ったら、若い人たちも来て一緒に聞いてくれたとか、自分のとこでも何々さんが立候補してくれたと。で、議員になってるよと。で、今、地方議員百何十人いますって言いましたよね。地方議員の質問もよかったら見てください。特にここは仙台だから、今回4人が当選したら、ね、選挙の時だけじゃダメですよ皆さん。終わったらこの4人がどういった質問を議会でするかっていうのをしっかり見てくださいね。ね、で気の抜けない質問してたら怒るんですよ皆さん、ね、そんなために応援したんじゃないよと、そんなために一緒にやったんじゃないよと、ね、ちゃんと住民の声をもっと届けてくれと、ね、そしてもっと分かりやすく問題を指摘してくれと、そういうことを言ってくださいね。そうすると応援してる人たち、一緒にやってくれてる人たちの思いがどんどん高まっていくわけですよ。それが今起きてる参政党の第二次現象です。第一次現象は去年の参議院選挙ブームみたいになって、芝公園で4月の9日に1万人集まった、あれが参政党現象というふうに言われました。けど今の参政党現象、第二次現象は違うんですよ。わーっとはもう集まらない、ブームじゃないから。けれども地方にしっかりと根を張って本当に活動することの意義とか、これをやっていけば日本が変わるんじゃないかというふうな自信が国民の中に、可能性が国民の心の中に生まれているんです、ね、これが第二次の参政党現象ですよ。
ね、たった1年で120何人も議員が誕生した、そんな新しい政党近年ないですよ。ね、いきなり国政政党になったら衆議院の選挙に100人以上出す、そんな国政政党近年ありましたか。ね、それを僕たちはね、バットもなく組合もつけず宗教団体もつけず、そしてマスメディアにもほとんど取り上げられずやってるんですよ。これが今日本で実際に起きていることです、ね、でこの仙台でも4人の方が人生かけて、伊藤さん、井野さん、佐藤さん、岡田さん、4人の方が立ってくださってる。皆さんには選択肢があるんです。参政党の候補がいない町もたくさんありますよ。けどこの仙台には4人も候補者がいる、ね、そしてこの4人が当選すれば議会の風が少し変わりますよ。必ず変わります。僕は国会でかなり突っ込んだ質問をしてます。なんで突っ込んだ質問をするか、それは僕が突っ込んだ質問をすることによって地方議員の方々も議会でそういう質問ができるようになるんじゃないかと思ってるからです。マスコミが言わないようなことをね、政府が認めたくないようなことをガンガン突っ込むわけですよ。それは自分が一人の国会議員ですから、それを言うことによって地方議員の皆さんも議会でそういうことを言えるようになるんじゃないかと。ね、浮きますよ、そんなこと議会で言っても、地方議会でもね。けど参政党はいいんですよ、だって国会議員が言ってんだから。ね、いや、うちも国会議員はそのこと言ってんだから、いや、うちも聞くよというふうに言ってくれれば問題ないじゃないですか。ね、シーンとした冷たい空気は僕は受け止めます、国政でね。けど皆さん見といてください。のこともウクライナのこともアメリカの政治のことも5年10年経ったら、政府与党やマスコミが言ってたことが正しいのか、参政党が正しいのか、言ってたことが正しいのか、5年10年でいずれ分かりますよ。ね、僕たちはその時間が証明してくれることを待って、ね、冷たい空気にも耐え、ハルドと言われようが陰謀論と言われようが信念を曲げずにやっていきます。そしてその議員が4人も仙台市に誕生すれば、仙台の町の方向性が数センチは変わりますからね。数センチは小さいけれども、5年10年100年経てばこの数センチの違いが何メートル何キロって変わるわけですよ。それを作れるのは市民の皆さんだけです、候補者ではありません。その大きな小さな誓いから大きな違いに持っていく力を持っているのは仙台市民の皆さんだけです。その権限を行使できるのは今週限りですよね。今度の土曜日までに必ず投票に行っていただいて皆さんの意思を表明してください。それが1回目の私の街頭演説でのお願いです。ご清聴ありがとうございました。皆様、温かいご声援誠にありがとうございます。